休み終わっちゃうから。なるほど、それがこのイベントなんだね。海、アイドル、対バン。対バンってバンドもあるのってなるけど、そういうことじゃないよね。楽しそうだね。まだまだ夏やるぞって感じ。もう受けるかどうか決めてる？日和はイルミネで声かけてもらってるんだよね。そっか、じゃあ決まりだね。ねえねえプロデューサー、共演予定のユニットさん調べてもいい？曲の動画とか見られないかな。じゃあまずこのユニットから。あ、ほんとだ、動画いっぱい出てくる。やっぱり再生数が一番多いのから行くのがセオリーかな。ライブでも盛り上がる曲だと思うし。イヤホンイヤホン。はあ、私これ好きだな。踊ってみたくなっちゃう。わ、今のステップすごい。絶対難しいやつ。これ歌いながら踊るのすごいな。釣られそう。あー、今のすっごく好き。できますって自信持って言えたらいいけど、どうかな。一回見ただけじゃ全然。でもでもダンス好きだから踊れるようになりたいよ。ちょっと練習してみようかな。ね、せっかくだからいろいろ試してみる。今のところ全部って言いたいところだけど、やっぱりパフォーマンスして楽しそうなところかな。聞いてくれる人が盛り上がるだけじゃなくて、自分も楽しいから盛り上げられるところがあるっていうか。テンションが上がる曲いくらあってもいいよね。楽しいもんね。やっぱりユニットのカラーってあるもん。私だったらこう表現するかなとか、ここはこう踊ったら自分を最大限見せられるなとか。もうもう考えるだけでワクワクするよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ターン。右、左、右、左、右、ポーズ。でも、もうちょっとだけ。
鏡張りで激しく動いても大丈夫な場所ここくらいだし、次の時間って空いてないでしょ？だよね。そう思ったら休憩時間がもったいなくてやっぱりすっごく楽しいんだもん。新しい曲をもらった時みたいな感じ。ここどう踊ろうかなとか、歌詞がこうだからこういう表現してみようかなとか。何？どっちでもいいかな。イルミネとして3人で楽しんで踊ることが好きだから、こういう激しいダンスの曲でもそうじゃなくてもどっちでも。この曲はただ私が踊るの楽しいって感じだから。あれ、今のって結構大事な話だった？そっか、よかった。大好き。曲聴いた時も思ったけど、実際に動いてみるともっとそう思うよ。技術がいるなーとか、体力がいるなーとか、いろんな刺激があって、ああ、そうかも。いつもと違うところに効く感じ。筋肉痛になりそう。あ、ブキツ掘っちゃった。それって私の答え次第でなんかすごいことになっちゃわない？それはあったら嬉しいけど。私が次空いてないって言ったからだと思うんだけど、私が休憩時間も踊ってるのはお仕事やレッスンじゃなくて趣味だよ。だからもし本当に考えるならちゃんとみんなにも聞いてね。よかった。ああ、うん、向こうのユニットの人たちが困ってるみたい。ねえプロデューサー、もしかしたら私にできることがあるかもしれなくて、これやってもいいかわからないんだけど。うん、大人の人たちで決めてほしい。あのね、
私、皆さんの曲もダンスも好きで、動画すごく見てて、ポジションについても大丈夫です。覚えてるので。体力には自信あるので平気です。でも趣味で踊ってるだけなので全然代わりにはなれないんですけど。それは褒めすぎだよ。目的は演出確認って唱えながらやってたよ。せめてフォーメーションチェンジだけはって思ってたから、そっちばっかりになっちゃって、もう他は全然ダメだった。気持ちとか表現とかいろいろ、やっぱりちょっと練習したくらいじゃ動画みたいに踊るのは難しいなって。ね、息の合い方がね、やっぱりずっと一緒にやってるからこそって感じで。でもね、ちょっと新鮮というか不思議な感覚だったな。いつもはマノとヒヨリが隣にいるから、ついアイコンタクトしようとして、あれってバレてた恥ずかしいな。なんかね、早くイルミネのリハやりたいなってなった。プロデューサーもいろいろ動画見てたらどれも楽しそうって思っちゃって、気がついたら家でも踊ってて。そう、もうドタバタうるさーいってお母さんがプリプリ怒っちゃうくらい。おかげで今日役に立てたから全部オッケーってことで。さすがにエスパーじゃないよ。でもそうやって褒めてもらえるの嬉しいな。役に立てたってことだもんね。なんかそんなに言われると照れちゃうけど、私好きなことしてただけだもん。いえいえ、お仕事は仕方ないです。それにほんとたまたま動きが分かってたってだけで、スタッフさん用の動き確認くらいしかできなくて、逆に申し訳なかったです。そんなにですか？私にはイルミネ以外考えられないかな。
プロデューサー？え？何？急に。そんな突然褒められると照れちゃう。昨日？ああ、リハで代理したこと？イルミネのリハはいつも通りだったもんね。みんなが仲良くしてくれたおかげで、私が特別頑張ったわけじゃないよ。やっぱり一緒に何かをやると一気に距離が縮まるなって思ったんだ。動画見て一人で踊ってた時はずっと一方通行で、同じアイドルだけどちょっと遠かったの。でも今はなんていうか、ちょっと仲間みたいな気持ち、翼のみんなみたいな。うん、仲間が増えたなーって。だからどこかでこの話もしたいなーって。